横澤ラッパーさん、31番さん、こんばんはー。卒業おめでとうありがとうございます今日卒業式でした。卒業しましたよ、ついに。<laughs> アポロさん、こんばんはーわー。わーわー <laughs> こんんー。こんばんはー。こんばんは。 ととみちさんこんばんはまた来たよありがとうございます今日もよろしくお願いします昨日ぶりやね昨日ぶりですこんばんはととみちさんよろしくお願いします今日卒業式でした 卒業名とユーナーさんありがとうございます見てくださいこれドラ爺さんこんばんは後で話そうかなもうちょっとしたらアポロさん中学校ご卒業おめでとうございますありがとうございますついに卒業しました <laughs> ししとさんおめでとうありがとうございます ともきさんはじめましてはじめましてよかったら見ていってくださったら嬉しいですよろしくお願いしますこの子はうさぎの横澤ニッパーくんですさんです <laughs> よろしくお願いしますもう292人も見てくださってるありがとうございます そう31番なのでみーちゃんですみーちゃんって呼んでください偶然名前が似てるね偶, <laughs> 偶然あ偶然横澤ラッパー31番さん <laughs> ありがとうございます覚えましたもんラッパーさん <laughs> 半熟さんにみーちゃん応援してるありがとうございますよろしくお願いします <laughs> ニッパーくん推し <laughs> 多分喜んでますニッパーくんもイエーイ <laughs> みーちゃん好きありがとうございます嬉しいです <laughs> 応援よろしくお願いします 広島出身は書かないの確かに広島出身書きたいな明日書きます <laughs> みーちゃん頑張ってねあ、りっくんさんありがとうございますあの、りっくんさん推薦コメント読みましたありがとうございます嬉しいですニッパーさんもこんばんは こんばんは。こんばんは。<laughs> クレヨンさん、初見です。お、お岡山から見てます。ああ、いらっしゃい。よかったらぜひ見ていてください。<laughs> ブルルさん、こんばんは。こんばんは。昨日ぶりです。みーちゃん、動いてる方が可愛いありがとうございます。嬉しい。 ウィンさんヤッホーかわいいねヤッホーありがとうございますりっくんさん読んでくれてありがとういえいえです推薦コメントありがとうございます嬉しいですなんとか機能を使えばなんだろうお仕事終わったこんばんは萌香さんいらっしゃい機能ぶりですねお仕事お疲れ様です名前が読めないさん こんばんは、こんばんはーだるまだアリスさん、初見です初見さんいらっしゃいですありがとうございますよかったら見ていてください可愛すぎてスマホ落とした <laughs> 落とさないでください <laughs> 髪型どうなってるのアポラさん髪型、昨日いろいろ何しようかなって あのー、皆さんにコメントをいただいたんですけど今日はポニーテールにしてきました見えるかなちょっとちょっと巻きました不器用だからあんまり上手じゃないけどどうですか <laughs> アリスさん広島出身はい広島出身ですテロップ機能だねテロップ機能 どうやってやるんだろうどうやってやるんだろう似合ってるあーとまきゅうさんありがとうございますポニーテールですポニーテールとシュシュ巻きポニーっていいねありがとうございます <laughs> よかった巻きポニーかわいいありがとうございます 夏みかんさん。やっほー、ポニーテール似合うね。やっほー、ありがとうございます。ポニーテールしてよかった。<laughs> ポニーテが揺れてるのがこの世で一番好き。本当ですか揺らしときますね。ポニーテールー。中学生かなまなさん。はい。今日まで。 今日卒業しましたイエーイじゃあそろそろ自己紹介しますねよいしょエントリーナンバー31番ですの31番なので見えてるかなみーちゃんって呼んでくださいよろしくお願いしますで広島県 です広島生まれ広島育ち広島会場で受けましたあたくさん「卒業おめでとう」って来てるありがとうございますあ広島のもみじのアバターの人がいるよかったらもみじ来てくださいね <laughs> みーちゃんじゃけーみーちゃんじゃけーみーちゃんじゃけー ニッパー君の設定、まあ、せ設定じゃないですよ設定じゃないですよこのニッパー君は <laughs> 特にないんですけど年齢は不明でえっと年齢不明の横澤ニッパーさんです、うん、終わり <laughs> 誕生日近いあいつだろう嬉しいイエーイじゃあ 続きをいきます年齢は14歳ですで誕生日は3月17日です今日が11日だからあと6日で15歳になります15歳になりますイエーイ血液型は O 型です <laughs> 大型っぽいですかねどうだろう 大型ってどんな感じ？大雑把な感じかな？っていう聞いたことがある。好きな食べ物はお好み焼きです。<laughs> 広島って感じ。応援よろしくお願いします。リコさん stu 候補生で一番可愛い。嬉しい！<laughs> ありがとうございます。嬉しいです。 もみじまんじゅうに変更しました。変身しました。イエーイアポロさん、似合ってます、もみじまんじゅう。焼きそば入ってるやつかな焼きそば入ってるやつです。でも、焼きそばが入ってないやつも、たまに食べたりするんですけど、お家で。美味しいですよね、焼きそば入ってないやつも。まゆさん、化粧水とか何使ってる化粧水はね、 お母さんが買ってきてくれるやつを使ってますだからよくわかんないごめんなさい白雪姫さんはじめまして青森県から見ていますいらっしゃいいらっしゃい <laughs> 青森県から嬉しいです青森県行ったことないから行ってみたいですりんごが美味しそう <laughs> はるさんうどんのもあるよねうどんのもありますお好み焼きうどんのも美味しいですよ。そねさん明日の髪型は決まってるのの明日の髪型まだ決まってないです。あのアンケート機能とかありますよね。それをやってみたいななんて思ってます。やり方わかんないけど。<laughs> 自己紹介しますね青森県でご当地アイドル活動をやっています同じアイドル活動を頑張っていこうねそうなんですか頑張りましょう一緒だお互い頑張りましょう <laughs> この子ずっと応援します嬉しいありがとうございます <laughs> 嬉しい嬉しいね嬉しいです こんな髪型みたいな <laughs> ニッコレじゃないですよ <laughs> こんな髪型はできないかな <laughs> 投票機能ですねもみさんそうです投票機能下の方にスクロールするとアンケートあるみたい見てみます下の方にスクロールするとあすいません指が映っちゃう 投票あった。投票ありました。<laughs> じゃあもうちょっとしたらち。ちょっとしたら投票したいと思います。うん、できる。嬉しい。<laughs> アリスさん同じ広島なので頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。広島県民です。私も。<laughs> ショートカットにしたことはああるのかなありますよショートトカットって言ってもこんぐらいこんぐらいですけど中学校1年生の時にしたことありますでもそれ以来ずっとこのぐらいの長さをキープしてます、うん、発見発見発見投票機能かな発見しました <laughs> 口に何かついてる気がするととみちさんみーちゃんが STU 入ったら STU 応援するああ嬉しい入れるように頑張ります、うん、<laughs> リーナさん中2中3です中3です <laughs> 卒業し中,中あ中1って最近だね 髪切ったのかな最近ですね、確かに。と、ショートにしたのは、中1の時と、と、幼稚園の、幼稚園の年中さんの時にしました。でもその時、もう、男の子みたいにすごい切っちゃって、あ、次の日幼稚園行きたくないって、泣いた覚えがあります。でも行きました。<laughs> くもはさん、こんばんは、今来た。こんばんは、昨日ぶりですね、くもはさん。<laughs> もうすぐ誕生日ィーナさん。もうすぐ誕生日です。3月17日が誕生日なので、あと6日後が誕生日です。<laughs> これから高校生かなこれから高校生です。でも、志望校の、 あのー合格結果がまだなので今ドキドキの状態です <laughs> ハッピーバースデー祝いますありがとうございますやったやった GT さんこんばんはこんばんは昨日ぶりですね <laughs> じゃあ今からうん半熟さん3月17日に勝手にやってるで、ね <laughs> <laughs> ありがとうございます3月17日みんな覚えてくれたら嬉しいな <laughs> 発表ドキドキやね発表ドキドキです緊張する発表ドキドキまだ合格発表前なのね受かってますようにクモさんありがとうございます受かってますように <laughs> 高校も STE も受かりますように私も 毎日願ってますそれを受かりますように両方とも両方とも受かったら最高だな最高の気分昨日いろんな人の見て回ったけどみーちゃんを応援するねありがとうございますこうきさん覚えますこうきさん私は31の逆の13歳です逆だ <laughs> 13歳 去年だ私ドキが胸ム胸ネムネやねドキが胸ム胸ネムネ <laughs> 全然似てないや <laughs> こんばんはこんばんは名前が何て呼ぶんだろう文円さん間違ってたらごめんなさい <laughs> よろしくお願いしますマスクさんこんばんはかわいいねありがとうございます嬉しいです もみさん人生が変わる一週間ですね。本当に、本当にその通りです。STU48 になることができたら人生が変わるし、高校に受かっても人生が変わるし、変わります。<laughs> ドキドキな一日だ。時が胸胸だ。お誕生日の時はショールーム終わってるんやね。 そうなんですよ被ってたら良かったな <laughs> みーちゃんと言ったら峯岸みなみさんを思い出します確かに同じですねニックネームがみーちゃんさん <laughs> もえかさんオーディション何歌うの?」言ってもいいのかな分かんない <laughs> この配信メンバーみんなと配信見ています 私以外の3人も応援していますこの配信メンバーあアイ,アイドルのみんなとってことかありがとうございます私も白雪姫さんのアイドルのグループ応援してますお互い頑張りましょう <laughs> 合格は発表の時集合写真で探さないといけないパターンかな どうなんだろう、全然わかんないです。でももしそうだったら探してください。<laughs> セナアットマークツイッタさん、かわいいですね。ありがとうございます。ドゥームフォローしていいですか？お願いします。<laughs> 皆さんもよかったらドゥームフォローしていってください。<laughs> メンバーみんなからのコメント「みーちゃん頑張ってファイトありがとうございます頑張ります」<laughs> 萌歌さん最終の日リップ濃かったらわかんないかも <laughs> 大丈夫ですあの2次審査の時にリップ濃いすぎてちょっとみんなに失敗したねって <laughs> 言われちゃったので3次審査は絶対にこんな感じのリップでいきます <laughs> 横澤ラッパー31番さん31さん女の子のファン増えそう嬉しい男性からも女性からものファンの方も増えるようなそんな人間になりたいです STU 合格したら選抜総選挙でお披露目らしいですねそうなんですね 緊張していますねあんな大きいステージでお披露目だなんて薄い方が可愛いので <laughs> ぜひ薄い方にします薄い方が自然体かな白旦さんはじめましてはじめましてはじめまして顔文字がこんな感じ <laughs> 可愛い僕はぬいぐるみやけどね 僕はぬいぐるあ僕はぬいぐるみやけどねってことか。イエーイ <laughs>。井上浩二さんいきなりフォローしました。あん呼び方合ってるかな。いきなりフォローしました。ありがとうございます。嬉しい <laughs>。皆さんフォローお願いします。あよかったらツイッターとかで拡散とかもしてくださったら嬉しいです。 STU48 合格したらどこであれ行っちゃったちょっと失礼しますどこでコンサートしたいですかたくさんもういろんなところを回りたいですだけど一番したいのは広島をしたいですでも日本とか世界中とかいろんなところでしたいです <laughs> あの チームエイトが広島でお披露目ライブライブをした時に見に行ったんですけどすごい輝いてて憧れるなと思いました下げます私の,コメン私のさっきのコメントもしよければ読んでほしいどのコメントだろう いろいろなすいいませんろろな事情で STU 受けれなかったので私の分まで頑張ってほしいそうなんですね <laughs> 頑張りますアリスさんの分も全力で頑張りますあげます初見ペアさんビアさん白熊改めか 初見、いらっしゃいでーす。よかったら見ていってください。<laughs> サンフレッチェ女子、カープ女子、お好み焼き女子、お好み焼き女子 <laughs> お好み焼き女子です。でも、カープもサンフレッチェも、正直あんまりわからないんですけど、カープのマジック 1? の時にお友達がチケットをくれて一緒に見に行きましたあのもしかしたら優勝になるよーって時のあれですマツダズームズームスタジアム」とかでもコンサートできるように頑張ってくださいしたいです広島県だしそのマツダズームズームスタジアム の横にココストコっていうなんかいろんな県にある大きいあのアメリカとかにありそうなスーパーがあるんですよそこによく行くのでマツダズームズームスタジアムの前はよく通りますよ <laughs> アリスさん読んでくれてありがとういえいえです頑張ります ぶるるさん優しいあ落ちちゃった優しい感じがする落ち着くええー、そう言ってもらえて嬉しいですコストコのピザは神コストコのピザは神ですもう私コストコいろんな県のコストコ行ってますよあの家族とか親戚一同でコストコによく行く家族なので 千葉にも行ったし、兵庫にも行った、あ、広島にできる前です。千葉に行って、兵庫にも行って、あとどこだろう広島行って、あと、よくわからない、兵庫、コストコ家族。<laughs> コストコ家族ですよ。あの、この子も実は、あの、出身コストコです。あともう一人、 初紹介してもいいですかこの子もいたんですよどうぞ <laughs> しましたよこ,の子この子ちっちゃいじゃないですかであのコストコにいそうにないと思う人もいるかもしれないんですけどこの子もコストコ出身です。 そして、この子とセットで買ったあ、この子とセットだったのが、このピンクの毛布です。この毛布に、くるまって、売ってたので、買いました。コストコにしては小さい。ですよね。ラッパーくん。違います。なん この子の名前は、まだ決まってません。だから、ショールーム終わるまでに、ショールーム審査が終わるまでに、この子の名前を決めれたらなぁと思います。<laughs> じゃあ、バイバーイ。い今日私の誕生日なので祝ってください。サトシャンさん、お誕生日おめでとうございます。 ハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディアサットちゃんハッピーバースデートゥユーイェーイ <laughs> ロウソクエアロウソク消しですおめでとうございますはーい幸せな時間をありがとうございます <laughs> よかったパチ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 ,パチ アポロさんかわいいありがとうございますさと <laughs> ちゃん私からもおめでとうございますさとちゃんおめでとうございますイーイ一緒にランキング1位目指そうね心強いですランキング少しでも上に上がれたら嬉しいな横澤さんパチ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  小沢さんパチ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 ーあーちゃんさんすごくかわいい推しメンにします嬉しい <laughs> ありがとうございます見てくださるだけでも嬉しいです永遠の有効推さんこんばんはこんばんはあのさっきから何か口に入ってる気がするんですよね ポロさん、星投げるよ。ありがとうございます。見ます、えー。ありがとうございます。星が見てなかったけど忘れてた。たくさん星がある。星がたくさん降ってる。ありがとうございます。嬉しいです。初見です。みーちゃんかわいい。有沙さん初見ですか STU 候補生の中でみーちゃんが今一番気になっているありがとうございますくもはさん合格できるように頑張りますみーちゃんは合格するまでのニックネームだよねそうですよ私の名字みー入ってません <laughs> 合格するまでみーちゃんって呼んでください口に入ってるの触覚じゃない 触覚じゃないんですよねなんだろうこの毛布かなあ、取れた気がする取れた気がする今かちょっとうんよくわかんない上位は審査で好印象あら、落ちちゃったこ上位は審査で好印象ですから頑張って頑張ります 「<laughs> さようならコメント飛ばされたからさかのぼって読んでほしいな」えーちょっとどこだろどこだろどこだろう。一つ前に「さようなら」コメントしましたので読んでくださいどこだろうどこだろひつ前のコメントは さとちゃん私からもおめでとうございますになってるああった今から雑誌の取材がありますのでさようならします次回配信のきに来ますね雑誌の取材雑誌の取材なんてあるんですね頑張ってください先輩だ私の頑張ってください雑誌の取材なんてかっこいい 私もやってみたいです雑誌の取材初見ですみさらさんいらっしゃいよかったら見ていってくださいみーちゃん合格したら絶対会いに行くねみーちゃん何年生ありがとうございます嬉しいです私は14歳の中学3年生です 今なぜか迷いました先輩がんばれー先輩がんばれー取材頑張ってくださいえ同い年兄ちゃん合格したら握手会とか行きます覚えてくれたら嬉しいです了解ですあーちゃんさん頑張って覚えます同い年嬉しいあ受験生だ初見です 初見さん、ひなひなさんいらっしゃいです。よかったらぜひ見ていてください。フォローとかしてくれたら嬉しいです <laughs> 同じだ、ためだ。ありささん、同じなんですね。受験生、受験生の方多いですね。受験、すごい大変ですよね。<laughs> お疲れ様です。今、フォローしたよ。年中無休の反抗期さん。ありがとうございます。 年中無休で反抗期なんですね <laughs> 初老です初,初老あ初老何歳から初老なんだろう <laughs> こんばんはヤミヤハチミヤキ清ワさん呼び方が合ってないですねごめんなさいこんばんは <laughs> フォロワーが700人超えましたおみさーん !700 人超えました。超えたんですね。ありがとうございます。皆さん。700人超えるなんて。あ、ボスさん。横沢さんの名前何でしたっけ横沢さんの名前は、横沢ニッパーさんです。ボスさん、推薦コメントありがとうございます。<laughs> 嬉しいです。フォローしましたよ。ありがとうございます。 嬉しいです私は今年中二ですなるほどあ、私が中三の年下の方だから同い年かイエイ <laughs> パチ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 ヤさんみーちゃんこんばんはヤマさんこんばんはよかったら見ていってくださいレナさん初見です初見さんいらっしゃいです よかったらフォローとか Twitter で拡散とかしてくれたら嬉しいです俺もためだよ30年前だけどそれはためっていません <laughs> じゃあ,あーみーちゃんは最高に可愛いな癒しうん <laughs> 嬉しいです横澤ラッパー31番さんありがとうございます 名前呼び捨てで呼んでわらわらおない年しだし了解ですありさー <laughs> ありさありさ私もタメってことにしとくタ <laughs> メなのはるはるさん <laughs> 今日うん笑顔が可愛くて癒されます憧れますひなひなさんありがとうございます笑顔スマイル じゃあ、そそろそろ今日の話をしたいです今日は卒業式でした俺も心だけはダメ <laughs> じゃあ心の中でためですね卒業式卒業式で私ちょっと涙もろいんですよそれでみーちゃん安系だよね嬉しい <laughs> 卒おめでとうありがとうございますついに卒業しました義務教育終わりですで私の大大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 親友があの県外に引っ越しちゃうんですねそれで寂しくてちょっと泣いちゃいましたねこの花をつけていきました あらら、寂しいね。うん、初見です。おめでとう。七上さん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとう、当てるか。初見さん、ありがとうございます。<laughs> それは寂しいですよね。寂しい。卒業式めっちゃ泣いてそう。めっちゃ泣き、泣いまなし。<laughs> めっちゃ泣きました。でも、最後は、 笑顔でクラスでいましたよ <laughs> 兄ちゃんは県内の高校県内の高校です県内ですよええー、早い私のところの中学校はまだだよええー、まだなんですねそうなんだいつなんだろう胸につけるお花屋根、ね、そうですよこれこれ これお花ですこれをみんなお揃いで卒業生つけましたみーちゃんはスターになっても忘れないでね忘れませんよ <laughs> そのスターになれたらいいななんて <laughs> 近い方が通いやすいよあ、落ちた通いやすいよね確かに 今週の17日、わらわら、1週間しか変わらないけど、17日卒業式なんだ。私、17日誕生日です。<laughs> どうでもいい情報だ。尊敬しているメンバーは、ミクさん。尊敬しているメンバーは、たくさんいます。たくさんいるんですけど、私の特に好きな、好きというか、あの、好きな <laughs>、えー AKB48 のメンバーはあのもう卒業しちゃったんですけど大島優子さんとえ板野智美さんが大好きでしたえで板野智美さんはなんかスラッとしててすごいかっこいいけど可愛くて大人な女性って感じじゃないですかそういう 心も憧れるし大島優子さんのあの大島優子さんってすごい接しやすい感じというか親しみやすいというかあの優しい感じがあふれ出てる感じで <laughs> ドラマとかも見るんですけど大島優子さんが出てる。 演技もすごく上手で憧れます。そういうメンバー。メンバーの方全員憧れるんですけど、憧れます。<laughs> え、待って。私も月は違うけど、17日誕生日。ありさ、ありささん。<laughs> そうなんですね。じゃあ、月違い、月違いだ。誕生日が。コメントログ。 伸ばせるよコメントログ伸ばせるよあ、あ,あ消えちゃったコメントログってどうやってやるんだろうよかったら教えてください <laughs> みーちゃんは癒し系やんな本当ですか <laughs> 嬉しいな好きな色はピンクかなと見せかけて赤とか好きな色は 好きな色は選べません <laughs> 選べないんですけどずっと好きな色は白白はずっと好きですあとピンクも好きだし黄色も好きだし水色も好きだし薄紫も好きだし水色も好きだし薄い色が好きです こんなにも可愛い子が広島におったなんてランドノフさん嬉しい <laughs> 広島のモミジ着てるランドノフさん広島広島広島ですよ山さん赤もちろん赤も好きですよ赤も好きですよ <laughs> 赤も好きです薄い色が好きなんね 薄い色が好きです好きな教科は好きな教科はダントツ体育 <laughs> 体育が好きですでも私体育できそうに見えますか私あご飯だから帰るねまた絶対来るね行ってらっしゃい美味しいご飯を食べてくださいまた来てね見えない 見えないできなさそうごめん見えない <laughs> ビンゴ正解ですよできないですよ体育あの 50m 走がクラスで測るんですよクラスで一番飛べですクラスで一番飛べなんですけど球技 もう、できないんですけど、あのー、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、飛び箱、飛び箱はめっちゃできますよ、飛び箱。飛び箱はめっちゃできます。7段と言いましたよ、7段。飛び箱だけができます。もみさん、全然まってないね。ほんとですかほんとか、ほんとですか <laughs> え 意識してなかった風さん何段7段です女子のあの男女で何段飛んだら満点だよっていう体育の点数があるんですけど男子が8か9で女子が7段なんですけど7段飛びましたでも7段すんごい練習してもうすんごい最初全くできなかったんですよ でもう「石田さんもう最後だよ」って言われた時にあのー、先生に「最後だよ」って言われた時にあのー、最後に飛べて「あーすごいね」ってなったんです。最最後後にに人でででひたたすすら飛んでたんですけど最後に あの、三人中二人飛べて一人はすんごいすんごいすんごい惜しかったんです。だからみんなで頑張りました。<laughs> 飛び箱得意なんや。飛び箱得意です。<laughs> やるやん。イエーイ。100メートル先のコンビニ。何秒で走れる ?50 メートルが10秒だから、 11秒12秒ぐらいだから 100m 先は30秒ぐらい疲れちゃうから 100m は頑張り屋なんだ頑張り屋 <laughs> 嬉しい私も得意だから同じだ嬉しい得意同じなんですね <laughs> 私も結構得意です 飛び箱楽しいですよね。はるさん、水泳とかできそうに見えるけど、水泳、水泳は、あの、幼稚園から、小学校1年生までやってましたよ。だから、クロールとか、あの、クロールとかは、あんまりできないんですけど、 平泳ぎ、回廊泳ぎだったら、すごい遅いですけど、あの、どこまででも泳いでいけれますよ。体力つけないとだね。体力、でも、ある方かも。運動はできないけど。ふーさん、パチパチパチ、パチパチパチ。パチパチパチ。アポロさん、ダンスはできるの ダンスはうまいとは言い切れませんが <laughs> あのー、あのー、小学校4年生の終わりから始めましたよだから5年ぐらいユーナーさん海好き海好きですよあのー、私の親戚のおじさんが船の運送会社をしてて で、小さい頃とか船とかいっぱい乗ってたし乗って宮島の花火大会とか見たり宮島行ったりしたしあのお父さんも船の免許持ってますよ <laughs> どこ出身広島出身です広島県民ですアポロさんおお5年なら期待できるね 期待しないでください <laughs> はるさんじゃあ船酔いは大丈夫やね船酔い大丈夫です広島の好きなところを教えてチビチュリリンさんさあもみじだアバターが広島の好きなところはたっくさんたっくさんたっくさんあるんですけど、えー、好きなところは宮島が好きかな宮島12月 去年の12月に行ったんですけど美味しいものがたくさんんあるんですよ美味しいものがたくさんあるし揚げもみじとか牡蠣揚げ牡蠣揚げカキじゃない牡蠣とか生牡蠣カキとかあの食べ歩きできる買って食べるやつとかあるし美味しいし「宮島行ってみたいんだよね」ぜひぜひ 宮島の行くときも船乗りますよ。大きい船乗ります。車が乗るくらい大きい、車が下にたくさん乗るくらい大きい船になります。あと海も綺麗です。海、あの、広島の海すっごく綺麗です。うん。揚げもみじって何何揚げもみじは、広島の お土産と言ったらもみじまんじゅうだと思うんですけどもみじまんじゅうをカラッと揚げたカラッと揚げた揚げもみじです <laughs> 私揚げもみじってだけ聞いたら揚げもみじのこと知らんかったらあのー、葉っぱのもみじを揚げたものって思いますよね確かに。 半熟さん来週広島行くから楽しみ広島いらっしゃい <laughs> ぜひぜひ広島駅とかもあのー、あるんですよ揚げもみじが揚げともみじまんじゅうがあるんですだからよかったら食べてみてください昨日宮島の話してたから気になって調べたで 調べてくれたんですねありがとうございます宮島行ってください是非広島に来たら <laughs> 京都では本物のモミジの天ぷらあるよアポロさんそうなんですね美味しいのかな気になる食べてみたい京都行ったら食べてきます食べ,てきめ食べてみます食べてみたいですさとしさんはじめまして 可愛い,いありがとうございます <laughs> よかったら見ていってください <laughs> 次いつショールームやるの明日します <laughs> でも明日おじいちゃんの法事があるのであの長い時間はできないかもしれません日曜日だけど アポロさん、季節物だから味はてんてんてんあ、なるほど。秋に食べるからかな。秋ですよね。サトシさん、フォローしました。ありがとうございます。待って。びっくり。今気づきました。横沢ラッパーさん、だるまをやってくれてます。嬉しい。ありがとうございます。びっくりした。 私星しか見星しか見てなかったからあ,あ,ありがとうございますあハートも見たやありがとうございますマドさんマドナさんかわいいフォローしましたありがとうございますあよかったらツイッターの拡散もしてくださったら嬉しいです <laughs> はじめまして癒やす系癒やしタイプだね NGT のつぐちゃんみたいフですイ <laughs> いスすけ嬉しいらしとこ揺らしとこ揺らしとこスペシャルギフトで見れるよあ見たことはありますでも飛んでるのは初めて見ましたうふってかわいいふって言いました <laughs> <laughs> うふうふふめいめいさんポニーテールかわいいありがとうございますポニーテール今日はポニーテールにしました <laughs> ニッパーポニーテール痛いねごめん<笑><笑> もえかさん今日もツイートしたよありがとうございます嬉しいたくさん3473人も見てくださってるありがとうございます嬉しいアリスさん歌声可愛いいうそ嬉しいありがとうございますすみすみさん初めて来ましたいらっしゃいよかったら見ていってください と今日は14歳なので8時までします8時までよかったら見ていってくださいポニーテイルはアイドルの王道だよねですねポニーテールあとあのショールームの期間中にいろんな髪型をしたいなと思ってて昨日は髪を下ろしました で、今日はポニーテールにしました。で、明日以降の、明日の髪型を後で投票しをしてみたいなと思うので、よかったらお願いします。巻き巻きツインテールとか、あの、ツインテールって、ここですよね。私、ここのツインテール全然したことないんですよ。ここは、 あの学校とかでしたことあるんですけど宮島行ったことあるよかき丼が美味しかった柿丼食べてみたい <laughs> 私かきかきほんに好きですかき本当に好きなんです髪型アンケートですねアンケートです後でしますね何時になったらしよう7時半ぐらい明日のことだから7時半になったら アンケートするので、あの、あの、なんだっけ、あ、私が忘れてたら教えてください <laughs>。身長、血液型を教えてほしい。もう一回自己紹介します。第二の自己紹介。エントリー、あ、身長とじ、後でいいか。エントリーナンバー三十一番です。三十一番なので。 みーちゃんって呼んでください見えるかな見えるか出身地は広島県です年齢は14歳ですで中学3年生なんですけど今日卒業式です卒業式でした花もちゃんとあります <laughs> 誕生日は3月17日ですあと6日後おめでとうあありがとうございます 卒業しました。あ、嬉しい。あ、身長は非公開身長非公開じゃないです。身長は、何センチぐらいに見えますか何センチに見えるだろう。でも、そんなに。190?190 <laughs> 190はない。198もない。200もない。205もない。あ、惜しい、惜しいのがあった。でも、ぴったりが。 あ、昨日聞いちゃったから。あ、あ、来た。昨日言っちゃったか。157。くもはさん正解。157でーす。158がいっぱいある。ナイルゾンさんとか。34センチこんなになっちゃう。こんなになっちゃう。<laughs> 意外と高い。本当ですか私。 ななんとなく自分ではあの100高い身長言われるかなと思ってましたなんとなく <laughs> ニッパーくんは何センチぐらいニッパーくんは相性。ニッパーくんは,はこんぐらいです <laughs> ニッパーくんは私が体操座りした 体操座りしたあ見えなくなってる私が体操座りしたぐらいのプラス1ぐらい大きいでしょ大きいんですこの子コストコ出身だからニッパーくん意外とでかいそうコストコ出身ですからねもしお近くにコストコがある人はニッパーくん大量にいると思いますよ多分 <laughs> みいおさんはじめまして可愛い,いありがとうございますみいおさんはじめましてプラス一、プラス一ですプラス一。一、ひちまちプラス1 1…1 <laughs> コストコ出身じゅわるコストコ出身ですよコストコ出身毎日をコストコ出身 <laughs> 大量にいる。あ大量にいますよ。コストコのホットドッグを大好き。美味しいですよね。あのすっごい、180円くらいだっけすっごい安いですよね。なのにジュースも飲み放題だし、美味しいし、素晴らしい。一回り、あ、そう、それを言いたかったです。はるさん。一回り大きい。一回り大きいですよ。私が。 体操座りしたより一回り大きいです同じぬいぐるみ買ってみーちゃんって名付けよう名付けてくださいみーちゃんって <laughs> 昨日初めて食べた美味しかったあ、ホットドッグのことかホットドッグ美味しいですよね美味しい美味しい美味しいあの安さであのホットドッグとは思えない みさん、天然って言われませんか天然ってたまに言われますマイペースは言われますの高校の面接練習であの校長先生と面接練習をするんですけどあのその時にあの 自分を動物に例えたら何ってて聞かれて私自分は怠け者だと思ってるのでなめ怠け者ですってはい私は怠け者だと思います理由はみんなからちょっとマイペースだねと言われるからですって言,いました言ったんですけどそしたらその次の日ぐらいに。 あのいろんな先生から「昨日なめけ者って言ったの?」って言われてなんか職員室で話題になったみたいです <laughs> 特技ある特技ありますよ特技はものまねですものまね面接でそれは <laughs> 確かに 面接でマナケモノはマイナスプロモーション <laughs> でも高校の入試の本当の面接ではあの自分を動物に例えたら何って言われなかったのでよかったですはじめまして安高さんはじめましてモノマネ得意なんだ35億 <laughs> あこれ全然得意じゃないあのモノマネって言ってもあの得意なのっていう感じぐらい 一つしかモノマネできないんですけど一 <laughs> つだけモノマネができます何のモノマネでしょうヒントはあんまりモノマネをしてる人見ないかも外国人の外国人って言ってもハーフなのかなえっとね ピカチュウ違うよ。でもやってみよう。ピカピカ似てないですね。足玉菜違う。あ正解ローラローラ正解ですえ、こんなに早く出てくると思わなかったローラです、ローラです。やろっかなやっていいですか似てるローラみたいえ、嘘。字の声から似てるかな いいよ。やってほしい。見たい。見せて。やってみます。いきます。うん、いつもなんて言ってたっけ緊張して忘れちゃった。あ、うん、待って。<laughs> ロアだよ。オッケー。うん、恥ずかしい。<laughs> 似てますか似てるレナさん。めっちゃ似てる。グーカーは。 うまい、似てる、似てる。爆笑、意外とうまいやん。似てる、めっちゃ似てる、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 似てるよ。嬉しい。クオリティ高し、めっちゃ似てる、めっちゃ似てる。うまいやん。嬉しい。かわいすぎてスマホ落とした。落とさないでくださいよ。落としすぎたら、あれが割れちゃいます。本人かと思った嬉しい。ロアデよ みんな今日は来てあ似てないや来てくれてありがとう、うん、んピカチュウも似てた半熟さんえ本当ですかもう一回やろピカピカえ、似てない <laughs> んん、うん、ん今やったら似てないか全部うまい嬉しいこ質から似てるあ本当ですか 嬉しい嬉しい芦田愛菜も似てるよね本当ですか芦田愛菜やってみよう芦田愛菜さんのモノマネする時って皆さんなんて言いますかねあ足芦田愛菜だよかいきましょあ安孝さんルームフォローしたよありがとうございます見えてないやみーちゃんですじゃあ やしろゆうだよね。そういうしろゆうさんです。あ、マネージャーが使えないの。あ、それだ。じゃあ、シ田マナだよ。マネージャーが使えないのって言いますね。ピカチュウもよかった嬉しい。よかった。います。シ <laughs> 田マナだよ。似てないかも <laughs>。あのね。あのね。マネージャーが使えないの。 似てないかも。<laughs> ローラ感入ってる。ロ、ローラやん <laughs> ロ,ローラ感。私ローラしかできないかも。似てないけど可愛い。<laughs> ローラ感入ってる。谷優里と同じテンションだね。本当ですか谷優里ちゃん。嬉しい。同じテンション。谷優里ちゃんのショールームを 見させていただいてるんですけど面白いですよねあの最近見た谷友りさんのショールームはエクボを作るです谷友りちゃんがエクボを作ってるショールームを最近見ました私エクボこれエクボって言うんですかねこれ ゆうりちゃん、エントリーナンバー何番ゆうりちゃんは、あのー、STU じゃなくて、あのー、AKB48 のチームエイトの、広島県の代表のゆうりちゃんです。メイメイさん、可愛い,いありがとうございます。嬉しい。<laughs> そのポーズ、可愛すぎる。エッグボ NGT のぐ熊つぐみちゃんの真似してみてごめんなさい NGT がそんなに詳しくなくて勉強しときますね <laughs> あそうなんだそうですすっごくかわいいですよ22番の子がかわいいし性格もいいって言ってたよ本当ですか嬉しい私もあの22番ちゃんの ショールームを昨日見ましたよそして私もそれ実は聞きました <laughs> めっちゃ嬉しかったあの22番ちゃんもすっごくすっごくすっごく優しくてあの本当に優しいですかわいいしおしゃれだし素敵です小熊つぐみちゃんですよ ごめんなさい間違えました小熊つぐみちゃん三勉強していきますあ間違えたみーちゃんねあそういうことか <laughs> そういうことかみーちゃんは広島大出の時のテレビ見たよ本当ですか あの時すっごい緊張しててあの自分でも自分が何言ってるのか分かんないぐらい緊張してたから変なこと言っちゃってるかもつぐみんに雰囲気似てるよね本当ですか見とですかします 星ありがとうございますこれ AKB48 さんのどうぞどうぞありがとうございますどうぞどうぞ AKB48 さんのマグカップなんですよこれコンビニであの何年前だろうちょっと前にこの中にゼリーが入っててであの ゼリー同じと思ってるイエーイレナさんやったーあのゼリーをゼリーよりカップって思ってカップこれ即買いましたずっと使ってますこれ私のカップです飲みますーゆうちゃんかわいい超かわいい 嬉しい。ありがとうございます。<laughs> 買っちゃうよね。買っちゃいます。ついつい何が入ってるのえ、全然可愛くないですよ。こぼれこぼれちゃう。こぼれちゃうなよ。こぼれちゃうお茶です。お茶これ見えてるとこ反射して見えちゃってるとこだからすごい薄い。お茶です。お茶を飲んでます。 かわいい,い,い名前呼んで「京子さーん」応援よろしくお願いします見えそうで見えないそうもうちょっとで見えるってところでこぼれちゃいそうになっちゃう見えないな目標メンバーは 目標メンバーは卒業しちゃったんですけど、大島優子さんと板野智美さんです。演技もできるし、なんか、人間としての良さが溢れてる感じがすっごく素敵で憧れます。大丈夫、ありがとう。もうちょっと飲んで、ら、見えそうに。 な時に出しますゆうちゃん超可愛い可愛すぎるありがとうございますアリスちゃんオーディション中は名前とか非公開なの名前非公開なんですよ言っちゃダメらしいですだから私31番なんですよなのでみーちゃんって呼んでください昨日皆さんに名前を考えてもらってみーちゃんにしてもらいました アッカンベやってアッカンベー,ンベー <laughs> トモチンみたいにファッションリーダー目指して目指したいファッションリーダー目指したい私おしゃれとかお洋服とか好きなんですよ全然普通だけど <laughs> 好きなんです初見ですアルティマさんいらっしゃいよかったら見ていてください ふうさん、みーちゃん、なーにー。<laughs> 横澤さんにお支援します。ダメ <laughs> せしよう、私と横澤さんも押してください。横澤さん、かわいいですよ。みーちゃん、絶対おしゃれだよね。う嬉うれしい。<laughs> ありがとうございます。声がいいから歌うまいんじゃない歌全然うまくないですよ、ほんとに。 本当に上手くないですユウ <laughs> ちゃん美少女 <laughs> ありがとうございますうれしいフーちゃんかわいいフーさんかわいいありがとうございますうれしい思いっきりベラ出して赤目赤目ええ横澤さんはセットでセットじゃないですよああ,あそういうことですねあセットですセットです <laughs> セットですセットです 横沢さん横澤さんとセットですよピュ横澤さんとみーちゃんはセットなので覚えてください横澤さんセットでなんか嬉しかった、うん、<laughs> 横澤ラッパーさんですもんね名前が歌うまい気がするう歌うまくないですよ 可愛 <laughs> い,い子は正義だ借金パワーアップこれ知ってますか皆さん借金借金はっていうかパワーアップこれ私がちっちゃい頃に「お母さんと一緒」っていうので歌がありました <laughs> 頑張れ応援するよ広島太郎さん広島だ広島だ広島だありがとうございます好きな動物は好きな動物はあのうさぎも大好きだしあの初初紹介の子もいますよパンダ私パンダグッズすごい持ってますよ本当にあの修学旅行で東京に 修学旅行で東京に行ったんですけど動物園に行った時にパンダがいて一目ぼれしましたその動物園で買ったパンダ聞いたパンダ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 の出身もこそこね違いますパンダの出身はそう上野動物園ですチャラチャー上野動物園で上野かしら上野です上野動物園で パンダのあのお土産を自分お土産を <laughs> たくさん買って本当にたくさん買ったんですよそれでパンダのお財布釜口のパカッと開くパンダのお財布を買ったんですけどそのパンダのお財布が広島のドンキにも売ってましたっていうお話です 島根県徳島県鳥取県香川県愛知国あ下に行っちゃったああった愛知高知奥山奥山奥山じゃない何 <laughs> で読み間違えたんだろう岡山広島瀬戸内だみーちゃん小動物みたい本当ですか例えばあーあと好きな動物あの 私のぬいぐるみのにいる子はこの子たちなんですけど家に本物がいてピーちゃんっていうオカメインコオカメインコってわかりますかこういうほっぺにあのウサギみたい嘘、横澤さんじゃんやったピーちゃんってピーちゃんきたーピーちゃんきたー 横沢さんっていう、あ、横沢さんね、ピ <laughs> ーちゃんっていうインクを買ってます。こういう。これたこ焼き。あ、はるさんパンダになってる。パンダだ、パンダ。かわいい。インク買ってるんや。インク買ってます。うん。ピーちゃんです。ピーちゃんはコストコ出身じゃないですよ。ピーちゃんは、あのー、 ペッットショップ出身です <laughs> ピーちゃんピーちゃんコスタがなんか私の周りコストコ出身が多いんですよでも今部屋にいるのはこのコストコ出身はこの2人だけど冷蔵庫の中はコストコ出身がいっぱいいますよ コストコな、<laughs> あ、そう。この二人はコストコですよ。この、この子は、この子とあ、この毛布とセットです。冷蔵庫の中、あの、冷蔵庫の中にコストコ出身いっぱいいますよ。あのね、ケチャップと、 マヨネーズもあとケチャップとマヨネーズが普通のスーパーじゃありえないけど大きいんですよ。あとちょっと大きいあのサラダあドレッシングドレッシングとかもいっぱいありますついつい買いすぎちゃいそうだよねほんとになんか大きいからなんかピョンって出てる大きいからなんかお得で買っちゃう。 家族で <laughs>。アメリカサイズよね <laughs>。新潟にはコストコない。そうなんですね。近くにあったりするのかな。ぬいぐるみの触り心地良さそう。あのね、めちゃくちゃいいですよ。この子毛が長いんですよ。私が手をパッてやったら、見えるかな。指が、 指の高さぐらい気があるんですよあ、バイト終わったよお疲れ様です黒アットマークヘタレさん黒アットマークヘタレさんは昨日のラ,イランキングで1位でしたよねありがとうございます <laughs> 今日も終わりまづかにランキング読ませていただきます コストコ CM 入るかも。え、コストコ CM あるんですか、はあ、コストココトスコ。ここどこここ、ここだかこ,ここ広島。ここ広島です。マサノンさん、見たことある子や見たことありますか <laughs> アイリーに似てるね。アイリーさん。 似てます私に似てる人多いですね私友達とかに芸能人の誰々に似てるねとか言われたことないからびっくりですありがとうこんな顔文字だいえいです AKB の横島愛りちゃん似てるのかな見てきます CM あるよ。CM あるんですね。広島じゃ流れてないかも。見たことないや。引っ越すとこ。あ、受ける <laughs> 引っ越すとこコストコ。え、使おう <laughs> キューチルさん。引っ越すとこコストコ。引っ越すとこコストコ。<laughs> ちょっとコストコにみーちゃん買いに行ってくる。 いってらっしゃい。<laughs> コストコカードないと、こうカードがないと入れないんですよ。カードを作らないといけない。舞、ま、ちゃん、昨日ぶりです。遅れたけど今日も来たよ。ありがとうございます。言いにくそう。<laughs> 確かに。皆さん言ってみてく、言ってみてください。私、滑舌悪いですよね。聞き取れますか引っ越すとこコストコ。3回言おう。 引っ越すとこコストコ引っ越すとこコストコ引っ越すとこコストコ引っ越すことコストと最後が言えませんでした早口言葉どんなのがあるだろう早口言葉言いたいどうぞどうぞ気に入ってくれたら嬉しいお気に入りになりました引っ越すとこコストコ売り切れてたよにっこり売り切れてましたか横沢さん人気なんですレナさん 生麦生米生卵いきます。3回ですよね。生麦生米生卵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 。ああ言えたーえ、言えた言えた言えました。カレーうどん食べてきたカレーうどん食べたい。あっあっあっ、あの、私、下でお母さんがカレーを作ってますよ。ほんとに。本当に本当に本当に すごい運命だ運命だ私の、私の兄弟が辛いのが苦手なので、あのー、辛、甘、ま、中辛、中辛、中辛だと辛いから、私の家は甘口と中辛を混ぜ、混ぜた、 カレーです。うん、めい、うん、めい。カレー美味しいですよね。はら離れ目可愛いね。私離れてますか。ぴ。確かに離れてるかも。で、この幅と同じくらいじゃないですか。失礼します。同じだ。 鎌五郎さん離れてないっしょ離れてないかなどうだせっかくだ来たけどさ今から温泉行くんだよねそっか温泉でもめっちゃうらやましいです楽しんできてね明日もするからよかったら来てください横澤さん目星わら星になっちゃってた横澤さんと同じか横澤さんと同じ翔 <laughs> ちゃんあし間違えましたごめんなさい シューちゃん、初めて来ました初見さんいらっしゃいでーす31番なのでみーちゃんって呼んでください広島県に住んでますはじめ,め,め,めましてはじめましてはじめましてはじめましての方がいるので自己紹介をもう一回しようかな行くまでの間見るからもうちょっと見れるよよかったーうん みーちゃん推し、嬉しい。ありがとうございます。今来たよ。高じいさん。こんばんはー。ありがとうございます。8時までするので、あと40分だ。ぜひ見ていってください。自己紹介しますね。31番です。みーちゃんって呼んでください。出身は広島県です。広島生まれ、広島育ちです。で、年齢は14歳です。 で中学3年生で今日卒業式でしたりんりんっていうお姉さんがいませんかお姉ちゃんはいません。私がお、お、姉ちゃんじゃないけど、長女です、長女。ポニーテール激化は好き。マイちゃん、ありがとうございます。ポニーテール、許しながらポニーテールちょっと巻いたんですよ。 前髪かわいい、桃太郎さん、ありがとうございます。桃前髪。そう、前髪切ったんですよ。あのー、あれよ。そう、プロフィール写真プロフィール写真は、こんなだけど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 、切りました、前髪。パッツン。 歌声やっぱり可愛い。ありがとうございます。でも下手なんですよ、ね。髪型アンケのお時間ってそろそろ、そろそろです。すっかり忘れてました。ありがとうございます。あの、私がショールームをちょっと勉強したところ、この、用意しました、この髪。この髪に私が番号、 1> 1番ポニーテール2番ツインテールとか書いてやるんですよね何番までできるんでしょう何個まで投票のあれができるのかなお準備よいイエイあとでお絵かきとかできたらなと思って今度とか4個だと思う4個4つ ?25 個 <laughs> えっ25個合ってるの30だっけ6くらいまでは見たことあるあそうなんですね25個合ってたごめんなさいじゃあじゃあじゃあ書いていきますあの私不器用だから私ができる髪型に絞られますが何がありますかねコメントお願いします 不器用じゃけんって言いましたか広島弁出てた <laughs> 三つ編み1三つ編みちょっと待ってくださいね2ツインテールツイ,ツインテールってここじゃなくてもいいですか あツインテールハーフツインとかならじゃあそれも合わせてツインテールでいいよ高めの高めのか耳上あ耳上 OK ですツインテールツインテール3番低いツインテ低いツインテなら できるんで低いツインテール巻き巻きはよくします横沢さん部屋あ、横沢さん部屋だツインテールハローハローハロー外国の方かな見てくださってありがとうございますお下げお下げって三つ編みですよね三つ編みは一番に書かれてますおでこ出し待って おでこ出しはきついです <laughs> ごめんなさい <laughs> 一つ結び一つ結び3番一つ結びストレートあっこれかストレート4番ストレートストレート 貞子 <laughs> 貞子。貞子見に行ったんですよ。貞子 vs カヨコかや子。夏に、すんごい怖かったです。横ポニテ。あ、横ポニテ。横ポニテいいね。横ポニテこう 一応、昨日はストレートでやりましたで今日はポニーテールミキバングズって知ってる知らないですおろしのゆるふはあり加こうじゃあこれで終わりにしようかな終了にします 寝癖風くしゃくしゃ。<laughs> 寝癖風くしゃくしゃは、ね。寝た起きた時ですね。待ってくださいね。 兎か加工 <noise> できたきたよー。 せなさん、さっきぶりです <laughs> 他の子の配信見てきたけど、みーちゃんが一番嬉しい、ありがとうございます見えますかあ、投票のやつよちょっと初めてだからよくできるかわかんないですけどあ、できそうちょっと待ってください できてますかできてますか見えますかアジ。投票どうやってやるの私もわかんない <laughs>。できてるできてるよ。お団子ないのね。確かに。でも私、お団子絶対できない。<laughs> 見えますか ?1、三つ編み。2、ツインテール。ツインテール低いのかもしれない。 低いのです。高いのだったらハーフツインになるかも。寝癖風がない <laughs>。あの私不器用で巻き巻きが下手だから6番が寝癖風かも <laughs>。何時までしようかな投票投票終了は何時にしよう。大体皆さん何時ぐらいにするんですかね 耳上でで了解ですご飯だからまた来るねご飯行いってらっしゃいおいしいご飯を食べてきてくださいおろしまきまきめっちゃ好き私もおろしまきまきはよくしますよ下手だけど30秒でいいよ10秒 TT ダンスして TT もうすぐいいと思うあそうなんですねじゃああと今 もうちょっとで30分だから、31分になったら投票を終了します。集計しようもういいのかなじゃあ集計しよう。じゃあ、集計終了します。あ、集、投票終了します。ピあ結果 !2 番の、 ツインテールだツインテールと6番のマキマキがちょっと勝負してるでもツインテールが圧勝だ意外意外じゃないや予想的中一つ結びが一番少ないあコメントがやべ。じゃあツインテに負けたか でも明日って明日以外の日は今までやったことない髪の毛をしたいと思ってますお楽しみにツインテール多いねツインテール多いですねうさぎの絵かわいいあ気づいてくれたうさぎの絵お絵かきはそんなに上手じゃないけど好きです日替わり日替わりです日替わりランチ ニッパーさんやそうニッパーさんですよ全然似てないやあ回るお寿司を食べてきましたタカさんいいな私も回るお寿司食べたいです回るお寿司食べたい楽しみだね <laughs> じゃあ明日は投票結果で決まったツインテールにしたいと思いますイエーイツインテールを耳上で。 耳それかあの伸ばしててここでハーフツインをのどっちかをしたいと思いますお楽しみにあの明日おじいちゃんの法事があるのであのもしできたらお昼のすごい最初とすんごい最 このどっちかにやろうと思ってます。どっちもできるかもしれないです。でも。だから時間がまだよく決まってないんですけど、決まり次第あのタイムテーブルだけに載せようと思っているのでよろしくお願いします。何時でもいいよ。ありがとうございます。夜がいいんじゃない？ほうほうほう。夜。 でも夜ができるか微妙なんですよねお昼は多分できますだからどうだろうフォローしたからありがとうございます皆さんよかったらフォローお願いしますあとあのツイッターのフォローフォローじゃねえやフォローじゃなかったツイッターの拡散拡散もしてくれたら嬉しいです お昼だと見れない。そっか。じゃあ、もし、お昼、よ、もし夜もできることになったら、お昼も夜も、ツインテールをします。うん。あ、ちょっと、ピッ。コウサンウィール、ありがとうございます。コウサンウィール。 憧れの人は憧れの人はもう卒業しちゃったんですけど、あの大島優子さんとえー、糸野智美さんが憧れの人です。嬉しいけど無理しないでね。無理してません。ショールーム楽しいです。なんか今6時から始めたので1時間34分経ってるんですけど、なんか全然そんな経ったように思えない。 <laughs> じゃあ明日は2番のツインテールですお <laughs> きますこの子たちもツインテールさえちゃんさんはじめましてはじめましてよろしくね <laughs> お昨日の倍人が来てくれてるね本当だ嬉しい昨日は 一時間しかできなかったんですけど、今日は二時間できるので、それだからかな。嬉しい。フォロワーめっちゃ増えたね。フォロワー増えましたか何人だこう、こ,こから見えたりするのかなよくわかんない。増えましたか嬉しい。明日も絶対来るね。ありがとうございます。待ってます。杉谷さん、はじめまして。 はじめまして、杉谷さん。よかったら見ていってください。声かわいいね。ゆきさん、ありがとうございます。さえちゃんさん、フォローしたよ。めっちゃかわいい。ありがとうございます。嬉しい。810人だよ。810人さんも来てくださる、あの、来てくださるじゃねえや。あの、フォローしてくださってるんですか嬉しい。AKB16 期生の田口さんが、みーちゃんを みーちゃんは気にするらしいよ。嬉しいです。ありがとうございます。可愛い,いからだよ。嬉しい。<laughs> お茶タイムしてもいいですか。<laughs> 喉が渇いてきますね。やっぱり。どうぞ、ありがとうございます。エケビのマグカップです。 お茶見えるかなあやばいこぼれそうだった今春っぽい服でいい感じかなたさんありがとうございますあこれ着て宮島行ったんですよそうそうこれ着て宮島行きましたこのセットで。 このセットにスカート履いていきました帽子かぶってやっぱり見えそうで見えないねまだ見えそうで見えないあもうこぼれちゃう全身見てみたい待って今日ね <laughs> 下が ズボンなの、ズボンなのはいいんだけど。あのー、ジャージなの。<laughs> ジャージなの。だから、ここまでい。ここまで。よし。今日はここまでです。すみません。大丈夫。大丈夫。大丈夫。ありがとう。すみません。可愛すぎて、以下略。ええ。嬉しい。映つれとかだけで、ね。 するとこだけそう2時間もやるからちょっと足元は楽にしないとと思って <laughs> 外尻ぽなくし外しっぽくて逆に良さそうあ <laughs> ズボンがええそうジャージですよ <laughs> ツイッターで31一可いいってツイートしたいからすぐありがとうございますスクショタイムお願いします了解ですいきますもう一ポーズ何にしようあコストコ出身で集まろう おいしまたぴょんって出てきてるなんなのこの人この人はどこ出身 <laughs> 引っ越すとかこ越すとか <laughs> 引っ越すとかこすとか引っ越すとかこ越すとか引っ越すことないツイートしてくるありがとうございますありがとうツイートしてくるね ありがとうございます。嬉しい。なんでぴょんって出てくるの嬉しいです。スクショ完璧よし。やった。惜しいーあ。惜しい。あれか。ヒコストココストコか。もっかやろう。ヒコストココストコ、ヒコストココストコ、ヒコストコココストコ。シャッ。プルルさん。メイドインコストコ。メイドインコストコ。 メイドインコスとこメイドインコスとこ可かわいいなぁ、もう。嬉しいなぁ、もう。ぽ <laughs> のポノさん、かわいい。ありがとうございます。そのア,アバター、アバター。かわいいです。小悪魔みたい。やっぱりかわいい。いけるぞ。広島太郎さん、ありがとうございます。広島太郎さん、もみじだ。 もみじの服着てる今日推薦コメント書くねありがとうございます推薦コメント昨日呼びました嬉しかったです推薦コメントを書いてくださった人メモしてきましたボスさんりっくんさんゆめさんもえかさんさとちゃんさんが書いてくれていますありがとうございます みーちゃーんなーにー <laughs> マジセンター狙おうねうれしいまずは STU になれるように頑張ります通知が来るんだよねそうですそうですもうこの人今日いることにしようあでもちょっと変か。 推薦コメントのやり方を教えて書きたいありがとうございます推薦コメントは多分多分私のプロフィールのところをピッとしたらあの手下に下げていったらあの推薦コメントっていうのがあるんですねいろんな人が書いてくれているのが出てきてで その上に推薦コメントを書く上か下に推薦コメントを書くっていうあのー、ボタンがあるのでそこを押したらやってもらいますタカさんコメント作るってボタンからできるんよねそう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 です書いてくれたら嬉しいですありがとうございます書いとくねありがとうございますプロフィールからコメントするを押してそう プロフィール下が下がっていくとコメントするあります皆さん教えてくれてありがとうございます STU の子たちのショールーム見てきたけどみーちゃんが一番タイプ嬉しいありがとうございますありがとう終わったら絶対書く絶対書くありがとうございますかわいすな早口言葉が得意って書こうかな早口言葉得意じゃないですよ得意かな でもローラさんのモノマネは得意です。それはさっきやってみなさんにあの似てるって言ってもらえたから堂々と言える <laughs>。またやって。ローラ得意書いても OK。またやって。またやろう。ローラだよ。OK。ちょっと似てないかな。ローラだよ。こんな感じ。 みーちゃんの素晴らしさを伝える文才がないから推薦コメント書けない <laughs> そんなことないですよ <laughs> そんなことないですダンスができればセンター狙えるダンスはあまた出てるそんなに上手じゃないけど習ってますよあでも受験生だから1回お休みし,してるんですけど習ってます習ってましたかな 早くみーちゃんコールしたい。嬉しい。ぜひ、もし合格することができたら、みーちゃんじゃないけど、ニックネームは変わるけど、皆さん覚えていてくれたら嬉しいです。なんか応戦行くのなくなったから終わるまで見れる。嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。<laughs> あと何分だ あと、16分だ。16分。あと16分だ十六分あと1 6分だ短いですね、2時間って。フォローしました。カリさん、ありがとうございます。皆さんもぜひ、このハートのボタンを押して、フォローしてください。31番のみーちゃんね。そう。31でみー、みーいだからみーちゃん。あと16分。 あと16分。合格した時のニックネームとか考えるかん、考えるかも。うん。考える。この笑顔は忘れないよ。ありがとうございます、山さん。忘れないでください。ポンナさん、フォローしたよ。ありがとうございます。嬉しい。なんかみんなに質問してみたらどういうこと 31といえばかけ掛け布とどういうことだろうみーちゃんねそうみーちゃんみーちゃんです今日見れてよかったずっとおすよありがとうございます嬉しいです <laughs> 最高の形で15歳を迎えたいね最高の形で迎えたいです 迎えたい掛 <laughs> け布団気になるあ、掛け布団気になるってこと掛け布団ありますよ今かけてなかったけどコストコ出身ですこれも握,握手会で会える日楽しみにしているねありがとうございます握手会握手会できたら嬉しいな STU48 ホに慣れて 合格したら会いに行くから覚えててくれたら嬉しいわかりましたもう覚えますまいちゃん <laughs> 横沢さんは眠る確かに確かに横沢さん最近喋ってないねでも起きてますよちゃんと横沢さんが寝てるとこ見たことないかも目開いてるからひげもありますひげも 髭垂れ下がってる。ひ <laughs> げ弱々しいな。確かに。ひげ弱々しいかも。でもそこが横沢さんのいいところですよね。みーちゃんは劇場公演見たことあるの？劇場ではないんですけど、握手会に参加行ったことあります。 あと、チーム、あ、チームメイトさんの広島でやったやつは見に行きました。横沢さん熊横沢さん熊じゃないですよ。うさぎです。横沢さんの耳めっちゃ長いですよ。ちょっと伸ばしますね。こんだけあります。これが日本だから、こんなにあります。横沢さん結構長いんですよ、耳。 はじめましてじいちゃんがおしゃれだねえんぞさんはじめましてほんとですか嬉しいこのじいちゃんは去年の誕生日にえっとお父さんとお母さんに買ってもらいました結構着てますこれお気に入り横澤さん食べそうだね確かにあのシナモンとかあるじゃないですか私幼稚園の頃シナモン好きだったんですよ シナモン飛べる飛べますよねこんな感じで飛べそう横澤さん初 <laughs> めまして風太郎さん初めましてよかったら見ていってくださいあと12分だ今日はでも明日もするので <laughs> イケてる何歳身長何センチえ14歳です14歳でも誕生日が3月17日なので あと6日後には15歳です身長は157センチです <laughs> 明日も見るねありがとうございます明日はさっきあの投票で決まったんですけどツインテールツインテールをしますなので見てくれたら嬉しいです 絶対に受かるよ嬉しいありがとうございます受かりたいですもうすぐ高校生はいもうすぐ高校生ですあとあと1ヶ月ぐらいしたら高校生だあ高校生だ花の整形ですよ初めまして広島から見てるよとんちゃんさんありがとうございます私も広島です広島でショールームしてます 少しずつやけど、みーちゃんのこと知れて嬉しいです。嬉しいよ。本当ですかありがとうございます。最終日までには、もっともっと知ってくださると嬉しいです。初めて来ました。あびさん、いらっしゃい。よかったら見ていてください。あー、あと10分だ。短い、本当に2時間。あっという間ですね。広島といえば 広島といえば、牡蠣、貝の牡蠣、カープ、サンフレッチェ、モミジ、宮島などなど、<laughs> いいところたくさんありますよ。ダンスと歌、どっちが好きですか？ダンスと歌は両方大好き。両方大好きですけど、うん、両方好きだ。 でも得意ではないです。いつ STU になれるのワクワクしかない。ええー、嬉しいです。STU48 のメンバーとしてなれたらいいな。<laughs> 松田も入れといてね。ほんとだ。松田です。広島といえば。広島好きになりそう。ええー、それすごい嬉しいです。いえ、私の 広島は私大好きだから皆さんも好きになってくれたらもっと嬉しい同い年イエーイ本田 <laughs> さん同い年ーちゃん合格せんかったらなかなかの悲しみえー、嬉しいですそう言ってもらえて合格できるように頑張りますひめたんもスーちゃんも広島そう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 なんです <laughs> 広島弁タイムはよ よし。私広島弁、広島弁ってしゃべ、しゃべろうって思うとしゃべれないんですよね。じゃあ今から広島弁タイムスタートです。ローラーじゃけんン、<laughs> <laughs> オッケー、ローラーじゃけん。ローラーじゃけん。ピカピカピカチュウや。<laughs> なんかみーちゃんと標準語やね。ほんまにでも、確かに標準語喋っとったかも。今、広島弁喋っとる。ぼっけー。ぼっけーってなんか聞いたことあるけど、意味はわかんないかも。すごいって意味だっけなぜモノマネを <laughs> コメントが来てたから。でもピカチュウはしてみた。<laughs> コメント読もうとすると標準語になるんかなあそうかも確かにそうかもじゃわデラ広島邪キデラ広島邪キ発音違うかも <laughs> ジャけんとか言うのジャけん言うよジャけんは結構言うなんとかジャケンけんとかジャケンけんとかにしようやーとか あんぱんんアンパンマン元気100倍アンパンマン似とるかも似てないかな <laughs> 広島弁で自己紹介してオッケー広島弁で自己紹介しますエントリーナンバー31番広島に住んどる、えー、14歳中学3年生 じゃけど今日卒業式があったけん卒業しました誕生日は3月17日です <laughs> かわいいありがとうございます吹き出すとこだったどこどこ <laughs> アンパンマン誕生日近い本当ですか誕生日いつですか広島弁かわいすぎずっとこれで行こう <laughs> 嬉しい でもコメント読んでたら知らん間に標準語に戻っとるかも広島弁いいね、ほんまに良かったなんか広島弁だと敬語じゃなくなってしまいますねため語になってしまうあ、卒業目とありがとうございます今日卒業式でしたこれをここにつけて更新しました 生にある方がいいね。ほんまにほんまに <laughs> 広島弁って可愛くて癖になる。ほんまにでも、広島弁ってちょっと怖いって思われとるイメージがあるんだけど。ぴょんって出とる、また。可愛いすな。ほんま <laughs>。ありがとうございます。 そんなことないよそんなことないほんとにてか今時間見たんじゃけど時計見たんじゃけど今55分ですあと5分だあと5分私14歳14歳だから8時までしかショールームできないんですけど「STU みーちゃんが一番かわいい」うれしいりっくんさんありがとうございます5分あと5分じゃけ昨日はめっちゃ 大急ぎでランキング読んだけん今日は今からランキング読ませていただきますランキングポチえ、これって昨日のランキングかも待って、今日のランキングはこの階段に登っとるやつを見てできるんやな、かなじゃ ランキング読みます。あ、星ありがとうございます。1位、アンドレイさん、ありがとうございます。もみじだ、もみじ。2位、ハルさん、ありがとうございます。パンダ。パンダ。パンパン。3位、プーさん、ありがとうございます。雲みたい。4位、トモさん、ありがとうございます。もみじだ。 もみじの方たくさん入れていて嬉しいな。5位、ととみちさん。ありがとうございます。ととみちさん。6位、横沢ラッパー31。<laughs> ありがとうございます。名前もニッパーと似てて嬉しいです。7位、S さん。ありがとうございます。うさぎだ、うさぎ。かわいい。8位、 ゴロさん、ありがとうございます、ゴロさん。9位、萌えかさん、ありがとうございます。推薦コメントも嬉しかったです。10位、アルプスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位、年中無休の反抗期さん。年中無休の反抗期さんだ。ありがとうございます。えっと。 12位、今、11位まで読みましたよね。そう。12位、ゆうなーさん、ありがとうございます。今日もペンギンがいけてる。13番、13番じゃないや。13位、アポラさん、ありがとうございます。アポラさん、美味しそうなチョコの名前ですね。あと、宇宙か。よいしょ、コメント。ありがとうございます。できれば上位は下から。あ 確かに。明日からは、順位は下からいきます。いけてるいけてるペンギンいけてる名前呼んでほしい。せなちゃーん。<laughs> ありがとうございます。名前呼んで、ボノさん。かわいい子はここにいますね。嬉しい。<laughs> ありがとうございます。初見です。 いらっしゃい、カジさん。でも、あと2分で終わっちゃいます。14歳だから、あれちょっと、あ、見えてるか。14歳だから、8時までしかできないんです。でも、明日もするので、よかったら見に来てください。明日は、ツインテールしますよ、ツインテール。ツインテールします。あと1分。ほんとだ、あと1分だ。あと40秒くらい。 またねまたねー明日楽しみツインテール楽しみツインテール頑張りますお時間ですお時間です明日夜できるならあ予定変わったら教えてね予定変わったら教えますあの予定できる時間が分かり次第タイムテーブルに載せるので是非皆さん見に来てください AKB グループはすごい逸材を見つけてしまったね STU 楽しみ嬉しいありがとうございますバイバイバイバーイまたねーバイバーイ